はい、皆さん、今日はモノマネをなんとチャレンジしてほしいっていう依頼がありまして、モノマネをちょっとトライしていきたいと思います。ただモノマネ、クイズ形式で少しやっていこうかなと思うので、皆さんも動画見たりとか、ヒントを見てもらったりっていうのをしてもらって、最後に答えを発表していく流れになりますので、みんなも考えてみてください。僕が何をやってるかっていうのを当ててもらう、まあゲームみたいな感じになると思うので、やってみたいと思います。見てる。誰だか分かる。ヒントは、左利きの選手です。左利きの選手。ラスト。行きましょう。行きます。うわぁ、惜しい。悔しがり。キックこういう感じ。ちょっと似てる。プレイしてるところは、ヨーロッパです。次、フリーキックいきます。おフリーキック左利きなん で助走が結構、短めですね、うん、こんな感じのポーズで、おー、次ちょっと最大のヒント。お最大のヒント、髪型変えてくるんで。え？髪型変えてくるんで、ちょっと待って待っててください。結構なガッツリガイですよ。お、来た。どうですかね。こんな感じで。お、確かに横に流れてる。ちょっと ヒントですね。これちょっとこういう感じの。誰かわかるかな皆さん。こういう感じのですね。どうですか、似合ってますか。似合ってます、バッチリです。新しい、はい、新しい小島修。じゃあちょっと次もう一回行きますんで。あ、で次、ゴール取った後のパフォーマンスでいきます。それもう多分これで分かると思います。確かにそれはでかい。うわっ来た。これは分かるんじゃない。これでもうだいぶ分かる。まだでも分かってない人いると思うんで、最終ヒントっていうことで、僕が、絵を描いて皆さんにお見せします。ここにね、出てないか、テロップがテロップがこう出てないか。OK、 それを見てもらって当ててください。楽しみにしてください。わかりましたか。答えはディバラ選手でした。アルゼンチン代表の、今ユベントスのすごく上手な左利きの僕の大好きな選手です。はい、みんなも真似して練習してみてください。ではまたねー。うわっ